はいどうもリーベです。栄冠9やっていきます。2020年11月14日弱小と言われています。今日も練習頑張りましょうということで、前回、練習試合初勝利をしまして、のそっからの、もう冬に入っていくというところですね。まあ早く新入生が見たいというのもあるんですが、まあ、前回スカウトもしまして、地元の新聞社の取材が入り、全員が張り切った。いいね、取材が入るぐらいなんだ。やるな。進路相談する？不安がかなり解消。いいね。練習効率アップ、信頼がかなり上がる。いいよ。中島は4番候補だからね。さあ、テンション上がり、信頼度も上がる。いいよ。練習時、お、いいね。練習時やろうぜ。スイタカ巻型、じゃあここにしようか。南学院一番上にしようか。問題ない。練習試合、お、いいね。はい、練習試合が3日後に迫ったということで、ダッシュして、さあ練習試合行きましょうか。今日は練習試合です。頑張りましょう。注目選手は松村でしょう。松村に注目してね、プロ注目ですから。では行きましょう。試合開始。巻型高校なのかな。さあ行きましょう。練習試合でございます。行きましょう。まずは1回の表の守備、ノーアウト1塁。さあまずはね、もうお任せでね、行きましょう。さあこれはセンターへのライナー、 OK。 応援しよう、しっかり。さあそしてここは緩急を重視させてバントしてくる。これうまいバント、ナイス、いいバントじゃない。さあいいバントをやられたんですが、まあここ外中心かな。うん、外中心で行ってもらって引っ掛けさせてやればいいんじゃないかな。 OK、 よーし。さあホームランも3本出てるね、このチーム。いきましょう。さあ3回表の守備、ノーアウト1塁。またか、また守備か。ストライク取りに行こう。まあきっと三振になるのかな。どうだ、バントをしてくる。うまいバント、危ない、なんとかアウトにした。さあもう一回ストライク取りに行こう。さあここピンチですが、気負わずに抑えていこう。 OKOKOK。 さあ三塁に進まれた。ここだな。ここは低め中心でゴロ打たせよう。ゴロ打たせてアウトを取ろう。 OK、 三振、素晴らしい。さあまた守備か、ピンチが続くね。ストライク取りに行こう。できるだけレベルの高い方でね、行きましょう。さあここは OK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 。 いいよ、しっかり抑えている。プロ注目の松村、なぜかピッチャーとキャッチャーができるっていう特殊な選手ですけど。さあここはアウトを2つ取って、危ないね、これは。大丈夫か、うわ打たれた。まあ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 仕方ない。で守備ばっかやな。2点取られましたけども、まあ5回に失点ならね、十分合格じゃないですか。さあここ送られた形だね。打たせて取りに行きますか。きっと大丈夫、抑えてくれる。ここは OK。 さあ桜井、ストライク取りに行こう。三振だろ。さあここファールで粘られる。さあここよし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 、しっかり押さえて、はい OK。 いいよ。ただ1安打ピッチング、ワンアウト2塁、このチャンスは生かしていきたいところ。強心臓使おうか。大曽根くんの強心臓、センター返し。
よしよしよし、右打ち、ナイス。センター返しではないがナイスだ。さあここのチャンスはお祭り男かな。ここだろう。引っ張り、どうだ。これ犠牲フライか、犠牲フライ、犠牲フライならない。犠牲フライにならないが、これ1番バッターに戻ってきた強心臓を使わせていただこう。センター返し、これはセカンドゴロ。決めきれない。さあそしてまた守備のお時間となってしまいました。ゲッツーを取りに行こう。打たせて取る。いやツーベースか。いや大丈夫か。オッケーオッケー、まだまだまだ大丈夫。ゴロを打たせよう。抑える、よし。ただ一つのアウト。ちょっとボールが死にすぎたな。ここはもう一回打たせて取りに行こう。大丈夫よね。 OK、 ナイス、しっかり抑えた。ただまたまたノーアウト一塁を作られている。先頭をしっかり切ってほしいんだけどな。さあここも送った形になる。まあ守備は割と安定している。ここだな、緩急重視。あ、間違えた、緩急重視にしよう。 OK、 しっかり抑えた。さあまた桜井、ここはストライク取りに行こう。三振だろう。そんなにこいつ打てないと思うぞ。 OK、 ナイスピッチャーライナー。さあ2点取りたい。ノーアウト1塁、ここは送りバント、うまい。 OK、 まず1点取ろう。大曽根くんのセンター返し、基本的にセンター返しで大丈夫なはずだ。 OK、 惜しい惜しいな。さあ渡部、ここはつないでほしいところ。任せようか、選手を信じる。 OK、 いいよ。ここのチャンス、ここのチャンスを生かしたい。センター返しか、センター返ししかないか。センター返しだな、任せる、頼むぞ。またチャンスで打てない。このチャンスで打てないか。あと2回しかない、やばい。9回の表の守備、まずは抑えよう。104球ね。 OK、 いや9回2失点だったら全然素晴らしいよ。さあここなんとかしてほしい。松村くん、これさ代打、まあ大丈夫かな。松村でいっか、引っ張ろう、引っ張れ引っ張れ。にゃー、真上、厳しいか。星川センター返し、頼む。まず一人塁に出る、そっからだ。よし走れ、ミスる、ミスれ。さあ残り一人、国防、まあここラッキーボーイしかないよな。でセンター返しだよね、打ってくれ。まずは、いやーダメだった、完封負け。これではダメだな、やっぱり。やっぱり新1年生に期待しないといけない部分はあるな。まあよう頑張った。松村はねしっかり2失点で抑えてますから。さあ走り込み、これはでも悪い影響が出ちゃうな。赤マスに止まってしまった。総合練習。さあ、この総合練習をして、マンツーマンいいよ。
ね、コース投げ込みで試験に入っていくんだな。さあみんな勉強頑張ってくれ。春樹渡部変化ありと。遠投してこれは特殊能力のチャンス。国母大曽根よしみ。国母でいいんじゃないか。で春男、ハイボールヒッター、ハイボールヒッター、オッケー、いいね。さあそしてミートバッティングをしていきましょう。1年目がそろそろ終わるな。というかこれ4月までこんな感じでやってくのかな。そうなると結構大変だけど、また合宿が組まれてるね。さあ12月に入りましたと。練習的にどうだろうな。中島いいな。ただチャンスにちょっと弱い。守備上げようか、末永。まあ、あとは、能力みんな低いからな。こんなもんでいっかな。はい、行きましょう。さあ、12月に入りまして、雪景色が広がっている。さあ、パワー練習効率アップ。素振りをしていこう。黄色いマスは、練習効率アップか。なるほど。さあ、これで合宿がまた、組まれてそこに入っていくという形だな。指立て伏せ、感染、感染させよう。疲れが取れた、OK。そして、テンションが下がる。指立て伏せ。ミートが上がる、パワーが上がる、いいよ。しっかり練習していって合宿に入っていくと。今日の張り切り選手ハルキーのよしみ。まあこれはミートバッティングかな。ハルキー粘り打ちいいよ。そして素振り、インターバル走、インターバル走しよう。盗塁アップとかになるんじゃない。なんもならんか。素振り、ミートバッティング。いいよ。さあ、みんなで、しっかり練習してってね。で、素振りか。まあ、バッティング中心にね。あ、いいね、いいね、いいね。いいよ。満塁男、かっこ安打っていうのもある。ホームランっていうのもあるのか。怪我しにくさいいよ。中島怪我しにくさしいいよ。さあ12月も残り半分となりましたね。で新入生スカウトあるじゃん、探しに行こう。大阪しかいない。で、あ、吉田がね、なんかにっこりマークついてるけど、池上、まあファーストで足が速いってのもどうかな。秋吉か鎌田。まあそうか、吉田が前行ったのか。高見、どうしよう、秋吉にしてみようか。秋吉の反応は良好だった。 OK。さあこれでスカウトもしまして、遠投だね。遠投入って練習効率が下がってしまうが、グラウンドの効率は上がる。素振りしよう。素振りしまして、まあ1年回していって、でどんな感じかなっていうのを大体掴んで、まあ大
いがメインだと思うので、まあそれ以外はカットでもいいのかもしれないね。うん。で、あ、数日間練習が組まれてるね。特殊能力チャンスがまた来た。特殊能力チャンスは、国母。ハイボールヒッター持ってるんで、ラインドライブ。どうだ？オッケー、いいよ。国母いいよ。全然プロになれそうな感じの特殊能力2つ持ってますけど、球速測定。球速上がれ。上がらんか。松村、中島、渡部、中島くん。パワーヒッターとかな。持つと面白いんだけどな。チャンス、プライチ。これチャンス戻るか。いや、どうしよう。逆境丸。どう？逆境丸いいよ。ナイス。よし。で、インターバル走やって。さあ、特訓が梅野、よしみ、大曽根。じゃあ、ピッチャーのよしみ行ってみようか。調子安定、制球丸。調子安定でいいんじゃない？これは取れるでしょ。OK。いいよ。さあ、これで、一気に指立て伏せといきたいところだが、赤いマスなので変化球投げ込みにしておきましょう。さあ、熱血指導によって経験値もアップしまして、これ指立て伏せで練習効率アップ。さあ、そして、2021年ハッピーニューイヤーということで1月に入っていきますと。まあ、いいでしょう、このままで。ハッピーニューイヤー2021年よろしくお願いしますと。さあ、というところで今回はこの辺かな。練習試合が組まれない限りはもうこんな感じのトークになっちゃうんですけど、うん。冬休みが終わった。で、4月になると1年生が入ってくるので、まあ、そこまでは多分、あれか。1年生が入ってきてすぐに春の甲子園だったかな。いや、それより前か。いや、1年生いるよな、確か。いないっけ。春の大会がいつかちょっとど忘れしたんだけど、2月か3月か4月、どこだろう。さあ、フォームチェックをして、まあまあまあ、この辺で終わりましょうか。練習試合もう1試合はさすがにできないと思うので、守備連携して終わりましょうか。はい、というわけで今回はここまでで終わろうと思います。また次回です。お疲れ様でした。さよなら。